はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時20分ですね。8月の30日月曜日でございまして、まったりとした午後でですね、暑い、やたらと暑い。今ね、千代田区32度で、この部屋の中はね、冷房入れました。だからね、27度あるかないかですね。はい、冷房今切ったんですけど ね、基本冷房嫌いなんですよ。冷房嫌いですけど、30度ぐらいになりますともう頭回らへんですね。喋るのは喋りますけどね、30度でも。原稿を書くっていうのはちょっと無理ですね。やっぱり28度ぐらいにならないと原稿って書けないですね。まあそれはいいとしまして、これいきましょう。朝鮮オンラインでございます。朝鮮日報、向こうのお隣さんの保守系のメディア。21年8月30日8時31分と言いますから、まあ、今から5時間ぐらい前に出た記事ですか。金融引き締めでパニック融資、前週比で6倍増という、金融当局は本格的な金融引き締めに乗り出した8月20日20日以降、 KB 国民信管ウリハナ NH 農協の5大銀行では、無担保融資が前週に比べ6倍以上増えた。当座貸越も8倍近い増加となった。無担保融資っていうのはね、日本では多分カードローンですね。金融業界によると5大銀行の20から26日の無担保融資は2兆8820億ウォン、約2720億円、で、直前の1週間13から19日4679億ウォンの 6.2倍。すごい。同じ期間の当座貸越の伸びは2兆6921億ウォンで、前週の直前の1週間3453億ウォンの 7.8 倍に増えた。金融当局は徹底した融資の引き締めに乗り出したとことで、金融機関に駆け込みで融資申し込みが殺到した格好だ。銀行は住宅担保ローン中断、無担保融資の限度縮小などの措置を取り、ローンを実際に必要とする人たちの不安感が高まっているほか、ひとまず資金を借り入れようとする需要も重なり、パニック融資現象が起きた。銀行関係者は不動産取引や結婚などまとまった資金が必要な事情を控えた人たちを中心に融資申し込みが相次ぎ、新規融資が大幅に増えたと分析した。日本でね、こんなこと起こったらね、もう大喜びですね、ほんまにね。去年ですね、その去年がコロナ元年でしたね。で、どう言いましょうね、春先頃ですね、4月5月の頃って、これは大変やんって言って、私盛んにノートの原稿を書いていました。マンション売りましょう、はい売りましょうって、今年中に売りましょうって、今年中に売らな、そんな売れようになりますよという原稿をいっぱい書いて、どんどんノートに上げていったんですよ。なぜかっていうと、これで経済が回らなくなるから不況が来ますよと、大不況が来ますよと、というふうに原稿を書いていたんですけどね。その時に、私362日ぐらいはここに来ていろんなことやってるんですけど、ゴールデンウィークでここで仕事をしてたら、ね、固定電話が鳴ったんですよ。なんでね、ゴールデンウィークの祝日に固定電話が鳴るんやなと思って取ったらですね、また驚いたことに、私の取引銀行なんですね。取引金融機関と言うべきですかな。で、要は政府が融資枠をガスンと設けたから、お金借りたらどうですかっていうと、電話なんです。銀行というか金融機関というのはね、私も信用金庫ですけど、土日とか祝日に動いてることってありえないんです。 ATM だけなんて動いてるのは、人間が動くってのはありえないんですよ。それがね、出てきてって、まずそれを聞いたんですよ。なんであんたのね、今日祝日やのに仕事してんのって。固定電話で、相手も固定電話かけてきてるから分かるんですよね。ただ、いや、役席だけ出てますと。で、こう緊急融資枠ができたんで、ぜひご利用いただこうと、いや、休日出勤でやってますっていうわけですよ。あれにはびっくりしましたね。要はね、借り手がいないんですね、今ね、資金の。で、それは借りられるんですよ。借りようと思ったら、
借りられるんですけども、そのやっぱし、ね、借金は借金で利息も払わなあかんって、だって大したことないですけどね、大したことないですけど、そのね、大したことない 0.2 とか 0.3 とかいう利息が 0.0 になるって言われたんですよだから借りてくださいみたいな。私も一瞬借りようかなと思ったんですけど、まあ借りませんね、結局借りませんでしたけども、あの時何がびっくりしたかっていうと、ああ銀行大変なんやって、貸し先がおらへんねんと。つまり彼らはね 0.0 で貸したとしても政府が補填してくれるんで、0.3 とか 0.4 は取れるんですよ。政府が補填、その政府が 0.4 とか 0.3 払ってくれるわけですね。そうすると金融機関としては利材が取れるということで、どん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 借りてください社長という感じなんです。で、今このニュースはどういうことかと言いますと、お隣さんでですね、金融、今度から貸さへんでというようなお触れが出たわけですね。というかそういうルールに変えようとしてるわけですね。もう無制限に、無制限というか、まあ審査を緩く、住宅ローンとかその他の生活資金とか、まあ、いろんなローンですね、もう貸していたのをちょっと引き締めんでというようなふうに転じたわけですね。でしかも金利も上げた、 0.25 上げたんです。とするとお隣さんというのはですね、その個人が日本に比べたら考えられないぐらいに借金体質なんですよ。とりあえず借りて、借りられるものは借りて生活しようっていう、そういうスタイルなんですね。でそれがね、次から借りられるようになると、でもう何度も何度も融資を引っ張って住宅も買えば、いろんなこと、株式投資までこう融資を引っ張ってするという体質なんですね。でそれがちょっと閉まってきたら、今までの前提が崩れるんで借りられなくなるやんというんで、今のうちやーってガーってやってきたという記事なんですね。もうちょっといきましょうか。政府は家計債務の増大が不動産などの資産バブルを誘発している主因だとみて、徹底した融資規制を予告している。金融委員会は家計債務全体の伸びを前年比 6% 増以内に抑えることを銀行に求めている。このほか金融委は無担保融資の限度を以前の半分となる年収以内に制限することを銀行に求めたと。まあこういうことですね。で借りられるようになるやんか、あかんやんって、借りようっていうふうにしてガーッとサッとしてるわけです。これね、まあいいんですよ。借りれば、返せればな、借金というのは別に返せれば何の問題もないわけですよ。ところが、この借金で自転車操業をしている人にとっては、その借金が自由にできなくなるって、これまでのようにできなくなるということになると、返せなくなるんですよ。返せなくなるっていうのをデフォルトと言いますけども、その個人単位のデフォルトを日本語で言えば、日本の国内制度で言えば自己破産ですね、うん、個人破産とか言いますけど、そういうのに追い込まれていく人が多分この数ヶ月から数年以内に激増するんちゃうかと。いうふうに個人債務って言います。我々個人単位で、法人ではなく個人で書いてる債務比率って非常に高いんですよ。愉快なお隣さんは非常に高くって、まあこれ中国もそうなんですけど、要はもうお金がなかったら借りたらええやんっていう感じで借りて、でもっと儲けようやっつって、それで、あれですね、仮想通貨とか株式に投資をして、で儲かったら家買おうやという、そういうノリなんですね。でもしかしたらだから数ヶ月後あたりにはですね、愉快なお隣さんで個人的なですね、借金返せへんというデフォルトがですね頻発している可能性があります。それはね、ただでさえ私が見る限りお隣さんの社会って不安です。若者が職がない、稼げない、大学出ても就職できないという人がやたらと多くて、まあ、その一部が日本に流れてきたりしますけども、いわゆるヘルと言われている状態なんですね。でこれがさらに加速するとですね、どうなるかと言いますと社会不安になってですね、今はね、デモは禁止されてるんですね、コロナで。でもそれで抑えきれるようになるのかと。いや、ムン・ジェイン政権がやらかしたいろんな施策の中で、やっぱり一番大きいのは住宅政策で、不動産バブルを生んでしまったんですね。これはまあ、ムン・ジェイン政権のこう住宅政策、十いくつ新しい手を出したんですけど、全部失敗しました。
で、おかげでですね、今ソウルのマンション価格はもう跳ね上がりなんですね。誰も買えなくなりました。本当に一部の特別な人だけ買えると。まあ、これは世界的な傾向でもあるんですけど、でもソウルもそうなってしまったんですね。で、そういったことに対する不満がもう渦となってるわけですね。渦巻いてる。もしかしたら、だから、あの、お隣さんは今年中に社会不安からですね、それこそ、あれですね、あの、大統領弾劾ぐらいのデモが起こり得る可能性があります。まあ、ただ、今、コロナという名目があるんで、5人以上集まったらあかんって言われて、3人以上で酒飲んだらあかんって言われてます。要は分からん規制なんですかね。で、それでかろうじて抑えてるという状態ではないかなと。だから非常にこれは、社会不安のマグマが溜まってるなというニュースです。この著存オンラインの記事貼りません。貼りませんけども、まあ探してください。最初に国名が来ています。愉快度の浅の国の名前が来て、金融引き締めでパニック融資、前週比で6倍増という記事でございます。私今8割方読んでしまいました。8割、9割方読んでしまいました。でも自分で読みたいという方は読んでください。ただしちょっと分かりにくいですね、この文章は。はい、という記事でございました。どうもありがとうございます。